よしよし。ふぬけばかりか。コーチロック、ザ・ワープ、アラ・ロッキが燃えておる。戦か？調べてみれば。船の生き残り。よれ、もう時がない。誰の仕業だ。蒙古か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が蒙古と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる。次に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。
奴らが来る。ヒアリの音だ。逃げろ。猫の一味、生き残りを殺す気だ。
賊が寝返るとはな。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。失せてくれ。父上は私をかばって、息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがオノノフ。これからはお前が意志を継ぎ。自慢の子となったでしょうか。もう子供、誰が倒せるんだろうね。何が起きた。おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。
ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が印だ。知らないな。ヒアリの跡だ。新しいな。ヒアリの跡。俺を狙った船が放ったものだな。人が住んでおった。まだぬくい。あかね、あたしに用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な、うん、待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。ふん。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。
そこで会おう、ブーンを。あんたも。次と落ち合うはずだが、どこに掘れる？尋常に勝負！山猫の一味、倒しておかねば。さあ、侍の技とやらを見せてみろ。待たせてしまったな。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだい？お主と同じ人に追われる身だ。入江を探った。あいつら人と日和を引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろう。だが山猫は手ごわいのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ、では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな、杉。あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。Huh?
近くにいる。日が落ちれば杉も船に忍び込める。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば日和を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。次に知らせよう。Get out!
は二度と現れんだろう。北の海辺で杉と落ち合うか。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。